人間とは犠牲がなくては生を謳歌できぬ獣の名だ。おい魚女子、僕を希望の姫君ミップルのところへ連れて行くメポ。デカってのは誰かを刈り取る仕事じゃなくて誰かを守る仕事だったはずなのにな。まゆしまゆし、あなたのバナナプニュプニュだねって言ってみて。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟く叫ぶ爆熱ゴッドフィンガーヒートエンド。伸びたのくせに生意気だぞ。うちのパパ偉いんだぞ、社長だぞ。